はい、どうもありがとうございます。はい、本日はですね、TXP でいつも通り、ちょっと重たい今日はね、スクワットと重たいちょっとベンチプレスやっていこうかなというふうに思います。で、昨日ね、JCP、ジャパンクラシックパワーリフティング選手権のエントリーが出ました。エントリー出るとね、やっぱりやる気上がるよね。なんで、ちょっと今日は、まあ、いつも通りね、やっていこうかなというふうに思います。最近なんかこういうちょっとほんとひたすら筋トレ流すだけの動画になっちゃって、多分つまんない人もいるかもしれないんですけど、ちょっと今月1ヶ月間は、ちょっとお願いします。我慢してください。じゃあ早速、行ってきましょう。行く!クライムガリ飲んでいくよ。Thank you.
はい、ということでスクワットとデッドが、あ、違う、スクワットとベンチが終わりました。スクワットね、結構調子良かったんですけど、ベンチが重い。ベンチが重い。あ、またやってるやん、クソガキ。こいつ。まあ、そんな感じでね、楽しく、筋トレさせてもらってます。しょうがない。この後は、ゴールドジムに行って、補助種目やっていこうという思います。それじゃあ、また。はい、ということで動画見てくれてありがとうございました。ここからですはね、ですね、ビートボから届いた、新作の発表会をしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。ということで見てください、こちら。はい、早速1個目、パーカーでございます。色はブラックです。他にもカーキがあったりとかブルーがあったりするので、まあ女性だったら俺は結構カーキとかブルー割といいんじゃないかな。あとは男性でもカーキとか、ブラックみたいな色合いは結構かっこいいかなって、俺は思ってる、ところなんで、買いたいものがあったら勝手に買ってください。違う、で、まあ、そんな感じでこの生地ね、とにかく今回は新作すごくこだわってるということです。なんだっけな、ウォッシュ生地、とりあえずヴィンテージ生地って言って、なんかわかる、ちょっとオールド感ある感じの生地感なの、わかる、なんかこの感じ。そうで、これがやっぱり見た目的にすごく可愛いので、ぜひね、新作この、まあ、冬終わりかけ春ですね、さらっと着るときに、一番僕はこのパーカー1個あると結構俺は便利なのかなっていうふうに思います。で、もう1個なんかちょっと個人的に嬉しいなと思ったポイントは、ちょっとここの溝深いの。ちょっと深め。わかる？なんか普段のパーカーでちょっとここら辺からもうギュッギュッみたいな感じじゃん。わかる？なんかここは結構ゆったりしてるから、なんか、例えばじゃあ重ね着したよって言ったときも多分ここら辺が詰まることがなくなるから、割と俺はこの生地感もそうだし、このデザイン設計みたいなところも結構好きです。はい。好きです。はい。で、もう一つ目。二つ目。はい。同じ感じの、はい、こちら、ビートムのですね、トレーナーです。長袖の。どう？まあ、ほぼ同じです。言いたいことは。うん。生地感も基本一緒なんだけど、ちょっとデザインが。ほら、後ろ見て。ここにビートムっていうロゴの、この、ちょっと、なんていうの？かっこいい感じの字体で入ってます。まあ、黒に黒なのでね、そんなにこう、目立つロゴではないんですけど、なんか、イメージシークレットロゴというか、なんかちょっと、よく見たらあるね、ぐらいの感覚のやつなので、なんかワンポイントでオシャレだなっていうところで、ビートムの、こちら。トレーナーですね。ぜひ皆さん、これもさらっと着るこの春はぜひビートムで、これもね、同じく色の展開としてはカーキとなんかあれがあるってことなんで、で、あと今履いてるズボンね、ちょっとよいしょ。で、ラストこちら、はい、ビートムから出たウォッシュ生地、同じくですね、のパンツでございます。ロングパンツ、いやー、これ最高だよ。もう最高で、とにかく可愛いね。この感じの字体は変わらず、ここにもついてるっていう感じかな。ちょっとね、これいいよ。で、俺はね、全部エグで買ってるんだけど、まあ俺はちょっと一人足が太いってのもあって、若干パンツに関しては太もも周りがきついけど、普通の人だったら全く問題ないが XL で着れるかなっていう感じで、結構ビートム S サイズは割と本当に小さいから、ワンサイズ俺は大きめ、皆さん、買ってた方が俺はいいんじゃないかなって思ってる派です。うん。で、上に関しては普通に全然問題なく着れるからいいんだけど、下に関してはちょっと大きめに着といて、いいかなって。パツパツになれるか若干ゆったり着れる方が、まあ、可愛く着れるかなっていうところがあるので、ぜひね、ビートムから出た新作、ぜひ買ってみてください。で、今がバレンタインセールみたいな、なんかポイントがたくさんもらえるみたいな、感じのキャンペーンやってるそうなので、まあ、買うと、次のね、購入の時にそのポイント使って、より安く買えるっていうことが、できるかもしれないので、ぜひ皆さんね、このタイミングで、僕の概要欄のね、あるリンクの方からぜひ買ってください。もうすでに僕のね、リンクから買ってくれた方数名います。ありがとうございます。本当にもういつも。はい。ぜひ皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。ビートもお願いします。ありがとうございました。もっとお金ください。はい、バイバイ。